釣り上げる日がいつか。ずっと救われる日を探して、いつも走り続けていたよ。助けて、もしすぐされそう願い。最後まです、ではアリアネル絵画世界の攻略始めてみます。前回ここのショートカットつないでなんだっけやったんだけど、そう仕掛け動かすの忘れてたんですわ。ではとりあえずもうちょっとあの例のグロい場所の探検をしないといけないということですね。トーチ、重たいな。血が軽いな。では行きましょうか。このね、フロアのもう一個下のフロアですかに、仕掛けを動かして仕掛けを動かさないとダメやったんですけどね、それを前回するの忘れてましたね。よしねー。めっちゃなんかハエの声が聞こえるんだけど姿は見えない。どこだ。まあ、とりあえずこの下に行かないとダメなんだよね。うわめっちゃ警戒してるし、もうすでにやだな。お、来た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 。はい、シェイ。うわ来てる来てる、めっちゃ来てるよ。ほら来てるよ、ほら来てるよ。はい、シェイ。うわー、おお来てるね。おっと、あー食べられた。いや、やめて。うわおーしねー。うわ来た。あ、落ちていった。これね、実はね罠なんですよね。これ取った瞬間からねあのハエが降りてくるとパターンでね。でアイテムもね、
ソ団子なんですよね。行きましょう。シェイ。ちなみにね、こっち側から行った方がわかると思うんです。ここでね、この鎖。この鎖がどうも仕掛けがあってね、この鎖の大元がこのフロアの地下2階にあるんですよ。では行きましょうか。もう嫌いなんですよ、この地下2階が。もう、バイオハザードっていうレベルじゃないですからね。おぉおぉおぉ、おぉおぉおぉ、グロイグロイ、気持ち悪い気持ち悪い、おぉ来た、うわぁもう気持ち悪い気持ち悪いわ、来ないで、うわ来た、おぉグロイ、うお気持ち悪い、なんかゲップの音聞こえたんだけど、おぉおお、あった、おお、うわ気持ち悪い、あ気持ち悪い、あ来ないで、もうこれこれ考えたら、だからフロームマジ死ね、うわもうね、フロムソフトウェアはこういうのが好きなんですよね。こういうグログロなやつが、もうなんかゲップ聞こえるしね。あ！とりあえず一掃しとこう。気持ち悪いんで。おお、くね、くる、あー、リーチが見てかかった。ギリギリセーフ。おお。こんなもんかな、とりあえず。うん。おお、なんかブー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 って聞こえるか、怖いわ。まだいるね。いたね。最後だ。シェイ。こんなもんかな。オッケー。では仕掛けを動かしましょうか。どこだろう仕掛けは。うわー気持ち悪いわ。うわーどこだろう。さっきあったんだけどね。どこだったっけ。落ち着けよ。あったあったこれね。では行きましょうか。はい、これで一応ボスへのエリアが開通したんですよね。
うわ、怖い。では、とりあえず戻りましょうか。カットしようか。では、カットしますね。では、はい、戻ってきました。では、投資に行きましょうか。この奥に下に。で、彼女は？Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from thy mind, as thy kind always have.まあほっといてほしい言ってますね。サインがありますね。これは NPC ですね。奴隷騎士のゲールさんですか。この霊体は離れた場所で離れた場所に後で召喚されます。奴隷騎士ゲールを召喚しますか。まあいつもやったらここから出てくるんですけどね。なんか違う場所から出てくると言ってますね。では行きましょうか。この奥にいますね。なんかフリーレさんに鞭で縛ってほしいって言ってますね。かなりド M ですね。これがどうも恐怖アリアンデルみたいですね。この絵画世界の、絵画修復師というか、この方がどうもね修理するのやめちゃったがためにこの世界がどん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 腐っちゃったというのが、この物語のね物語というかこの世界の成り立ちというか成り立ちじゃねえや今の現状みたいですね。で、多分おそらく、この恐怖アリアンデルをそそのかしちゃんがフリーデって言ってましたね。まあ、エルフリーデだと思いますけど。行きましょうか。うん。まあ、とりあえず、フリーデさんの正体がね、黒教会の指導者の長女、エルフリーデって、みたいなんでね、正体が、どうも。オーニクスブレード見たら分かるんじゃないですかね。この黒教会指導者である長女エルフリーでね。まあいいや、とりあえず行きましょうか。あらららららということですね。では行きましょう。おお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 。なんだこれ。うまいぞ。おお。おお。来るね。オッケー。消えた。おっと。おやばいやばいやばい。おお強え。お倒したぞ。
はい、やばいよこれ。おお来た。おお、おお、やばいやばいやばい。うわ。当たねー。おお、やばい。おお、やばい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 。おお。痛い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 、やばい、回復しやがるもん、あいつ。起きた。おお、マジか。おお、逃げろ逃げろ、回避回避。おお、おお、終わりだ。おい、クサビーシの原版ゲットですね。うん、おお、おお、はい、バックサブ、オーケー。短い。おお、やばい、やられるやられる。やばい、おお、やられるやられるやられる。おお、おお、やっべー。あ、ゲル死んだ。おお、おっと、おお、おお、やばい、やばい。ゲルやばいぞ、これやばいぞ。終わった。はい、バックサポーゲー。あー、バックサポ取らなかった。逃げろ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 。オッケー。おー、ギリギリでした。ああ、太陽万歳。
結構ギリギリでしたね。ふう、かがり火かがり火、あったあった、やばー。ふう、なんとか倒せましたね。この奥にねちょっと謎の銅像があってね、これねちょっともう行きましょうか。なんかねミイラのような感じなんですけど、でもよく見たらこうハリボテというかね、何かを模して作ったような感じですね。噂じゃ、ダークソウル1に出てきたプリシラを信仰してた像らしいですね。でおそらくですけど、これはダークソウル1のやったなんだっけダークソウル1にあった絵画世界に未来の世界だと思うんですけどね。でまあ何かの表紙は、まあ、プリシラがいなくなって、で絵画世界は多分今の恐怖アリアンデルの方がね、あの方が多分ずっと修復してたんですけど、ある日を境にその修復作業をやめちゃって、でねこの世界がどん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 腐っていったがために、おそらく奴隷騎士なんかな、ゲールが呼んだんだと思いますね、あのエルフリーデを。で彼女が、まあ、彼女も同じ灰の存在なので、おそらくあのなんだろう、その火を見せて、この絵画世界に新たなね、まあ、火の力でこの世界を焼き払って、その上から新しい世界を描いてもらおうとしたんだと思うんだけど、それがうまいこといかず、そのね修復師をそそのかしちゃって、まあここで幽閉しちゃったっていうなんかオチなのかな。で新しいね修復師のあの謎の少女に絵を描いてもらおうとしても、彼女はやっぱり同じこの火の力を見ないと絵が描けないというか、まあ多分インスピレーション湧かないんでしょうね。で奴隷騎士はまた新たにね主人公という灰を呼んで、この世界に焼き払ってもらおうとしたんですけど、まあエルフリーデやね、あの騎士のビルヘルムさんがそれをうまいことね、うまいことというか幽閉しちゃって、この世界をこのまま腐らしちゃおうとしたんだと思うんですけどね。でもう一つは、多分エルフリーデはプリシラの代わりに新たな自分が信仰の対象になろうとしたかもしれないですね、あのカラスビトたちの。では戻りましょうか。わからないですけどね、まあおそらくエルフリーデの目的は新たなプリシラのような崇められる存在になりたかったのかもしれないですね。でこの上に、この上にね、あれだって階段登るんだ、ここ暗すぎてわかんないぞ。あったあった、はしご。おそらくもうねこの上に登ればわかると思うんですけど、見た、かわいいですね。足パタパタしちゃって話してみましょうか。このね冷たく寒く優しい世界って言ってますね。おそらくプリシラがいた世界のような絵を描きたいっていうことでしょうね。なんかね噂じゃない、彼女の正体がなんかどうもねプリシラの娘じゃないかって噂もあるんですよ。っていうのもね、なんかね足とかちょっと血管浮き上がって気持ち悪いんだけど、なんかちょっとね違うんですよね、顔が。どういうのかな、ちょっと鱗があるというかね、よくわからないです。まあヨルシカもそうですけどね、あのヨルシカも噂じゃプリシラと関係あるかもっていう噂、首あたりがちょっと鱗あるような感じなんですよ、この少女実は。で顔もよく見るとね、ちょっとねなんか怪しいですね。
まあ一応これで、絵画世界は再び新しくね焼き払われるのかな。おお、死にそうなった。ちょっと待ってくださいね。ね、こっち側にあのいた NPC さんがちょっと移動してるんですよ。ちょっと彼と喋ってみましょうか。彼が一番まともなカラスビートでしたからね。クサビション現場ゲット。When the world rots, we set it afire for the sake of the next world. It's the one thing we do right, unlike those fools on the outside. うん、どうもこの世界を焼き払ってほしいと言ってますね。あ、焼き払って新しい世界が築かれるまで言ってますね。あ、あとね、この奥に塔見えますよね。この塔、前回、ここであの狂った霊体に侵入された塔なんですけど、実はこの塔をね、ダークソウル1に出てきたあのプレシアがいた場所なんですよ。まあもう塔自体崩壊してますけどね。ということはやっぱりここはプレシアにいたね、絵画世界での未来の形ということですね。いや、なんか、まあ、何があったか分かんないですけど、この世界が腐っちゃったっていう感じですね。一応これでね、あのダークソウル3アリアンデルの、あ、アッシュ・オブ・アリアンデル攻略も一応終わりということですね。うん、まあなんかねちょっとあれですけど、まあはい、次回ダウンロードコンテンツまでしばらくやらないですけど、まあまたもし次回ダウンロードコンテンツが来たら攻略をしていきたいと思います。まあね、とりあえず今回はここら辺でではまたね、バイバイキー。なんかキラキラ聞こえるな。